申し込む。吉岡里帆が舞い上がる君が心に 7%。 6日に放送された女優吉岡里帆主演の TBS 系のドラマ君が心に住み着いた火曜午後10時の第4話平均視聴率が 7%、 関東地区だったことが7日ビデオリサーチの調べで分かった。1月16日の初回放送は平均視聴率 9.4%、 同23日の第2話は 8.5%、 同30日の第3話は 8.4%、 いずれも関東地区だった。原作は若い女性の間で高い人気を得ている漫画雑誌ヒールヤングで連載中の天童麒麟の君が心に住み着いた S 超電車ビールコミックス。自己評価が極めて低いために他人の前で挙動不審になってしまう主人公小川京子、通称キョドコが2人の男性の間で揺れ動く様を描いた。同局の火曜午後10時枠では過去に逃げるは恥だが役に立つ、あなたのことはそれほどなどの話題のラブストーリーを放送してきた。吉岡里帆は連続ドラマ初主演で桐谷健太と向井理との間で三角関係となるラブストーリーに挑戦した。第4話では星名向井誠に命じられ下着姿でランウェイを歩いた京子。吉岡里帆は翌日星名に優しい言葉をかけられて舞い上がってしまう。その勢いで新企画が通ったらデートをするという約束を取り付け、意気揚々と記事探しに励むという内容だった。